ファンタジーワールドの方だ。急ぎましょう。ポラロイド写真だ。なんだこれ。あれ、ん、こわ、相川さん死んでいるの。おそらくついに二人目の事件変わってない。ここはアドベンチャーワールドじゃないですか。爆破現場の検証は後です。先にここへ。今さ、古いデータからやり直してるんだけど、アクアワールドにいたのかな。え、もしかしてこれいる場所によって事件変わるの。だけど死体がないわ。でもやっぱ殺される人は一緒なんだな。あ、そうなんだ。じゃあ全部の事件見たいな。はい、明智です。すぐにミラーハウスに来ておくれ。死体があるんだよ。ミラーハウス、なんですって。ほう、見ておくれよ。相川さん。まあ相川さんが殺されるよね、さっきの写真通りなら。なぜこんなところに。こんなに変わるもんなんだね。それ、これすげえな。アドベンチャーワールド、ファンタジーワールド間のロープウェイはさっきから動いていません。うん。今度の爆発はミラーハウスですか。ああ、鏡がこんなに。保険は効くかしら。効かないだろうね。これは第二の犠牲者、相川恵美です。相川さんが殺される、なんか話の感じだとやっぱり藤原一派が殺されてるよな。相川様。災いのローレライが藤原だとすると、藤原は大門社長をどうにかしようとしてんだよな。こういうことです。その藤原一派が大門社長になんか良くないことをしようとしてるのを、おそらく娘であろう湯守真希さんが知ってしまって、それを止めるために藤原一派を皆殺しにしてるとかいう話だったりしないかな。私たちは二次の爆発を知り、ファンタジーワールドに行こうとして、うん、ビジターワールドで写真を発見しました。はい、そうだったね。すぐにアドベンチャーワールドへ行きましたが、死体はすでにそこにはなかった。うん。その時佐藤さんから死体を見つけたと連絡が入った。真逆のファンタジーワールドで見つけたってことだよな。ああ、爆発の音を聞きミラーハウスへ来てみたら、このありさまさ。犯人は相川恵美をアドベンチャーワールドで殺害してポラロイド写真を撮った。うん。そしてビジターワールドに写真を置いた後、死体をミラーハウスまで運んだ。うん、それがどうやってかだよな。写真が撮られたのは2時少し前。それから私たちが写真を見つけるまでせいぜい4分。こういうの苦手だな。時間差トリックみたいなやつだよな。写真を見つけてから佐藤さんの連絡までは3分。犯人はこの4分の間でアドベンチャーワールドからビジターワールドに来て写真を置き、いやー、そんなことできる？無理だよ、無理。次の3分でミラーハウスまで行ったことになります。うん。説明ありがとう。犯人はアドベンチャーワールドで殺した相川さんをファンタジーワールドに運んだわけですね。うん。ねえ、はじめちゃん、どうやって運んだんだろう。やっぱりロープウェイかな。いやー、だってもロープウェイ以外に方法ってある？
いや、ロープウェイではないと思います。あ、そっか、動いてなかったんだものね。うん、じゃあ走ったのかな。ビジターワールドを通ってファンタジーワールドへ。それも違うと思うんだよな。各ワールドの間は歩くと5分、走ると2、3分です。死体抱えて？いや、走ったんでもないでしょう。そうよね、重い死体を担いでるんだもん。ファンタジーワールドへ7分でなんて無理よね。無理だね。しかも写真まで置いて。じゃあはじめちゃん、こうも考えられない？写真が撮られたのが2時よりだいぶ前だとしたら、だったら死体を運ぶ時間もあるでしょ。いや、写真が撮られたのは、え、うん、ああ、写真が撮られたのは2時よりもだいぶ前だ。いや、写真は2時前後に撮られたものだ。写真に風船が写ってたんだよな。写真に風船が写ってたってことは、おそらく2時前後に撮られたものなんでしょうよ。どうして？写真に仕掛けの人形、いや、写真に風船だよね。うん、ああ、風船ね。あれは2時少し前に上がった。1時半に上がって、上がる時間は決まってなくて、2時少し前に上がっただよな。そうですね、この写真はポラロイド写真ですから合成はできません。うん、だったら相川さんを運ぶのは不可能じゃないですか。そう、一見ね、場所が違うとか。しかし、ある方法を使えば不可能が可能になります。は？犯人は死体を抱えていく必要などなかった。どういうことですか？どういうことですか？アドベンチャーワールド、俺の代わりに解いてくれていいんだよ。ファンタジーワールド間にはもう一本見落としがちなルートがあります。災いのローレライが使ったトリックの正体はこれです。はい、何ですか？解いてくれてええんやで。これってゴミを運ぶ、船？そう、ゴミ運搬用の小舟です。この運河はアドベンチャーワールドを通ってミラーハウスの近くに流れ込んでいます。うん、あ、本当だ。もうお分かりですね。犯人はアドベンチャーワールドで相川恵美を殺害し、なんかこんなに明智が饒舌になるってことはこれ違うんじゃないか。この小舟に乗せた。あとはポラロイド写真を私たちの通り道に置いてから走ってここに来ればいい。もう筋は通ってるように思うけど、小舟が自動的に運んでくれます。なるほど。なるほどじゃありませんよ、新見さん。何？は？新見が犯人やと思ってる？一つ納得のいかないことがあります。そしてそれこそが犯人が誰かを指し示しているのです。ここで犯人の結論をつけようとするってことは絶対違うな。この小舟はオープン前は動かさないはずでした。ああ、そんな話だったね。あ、私たちもサキ君から聞きました。しかし小舟は動いている。私は知っているのですよ。動かさないはずの小舟を今日動かすと決めたのは新見さん、あなたでしたね。あ、当パーク自慢のシステムを特別ご招待の皆様に見ていただきたかっただけです。ゴミの運搬システムを今日来るお客さんに見せたがるかな。私が災いのローレライだとおっしゃりたいのですか？いや、災いのローレライはね、藤原ないよ。これは面白い。金田一様、あなたもそう思っていらっしゃるのですか？いや、思ってない。私がそのトリックとやらで死体を運んだと。思ってない。ちょっと整理させてくれ。だって俺、湯森さんと藤原だと思ってるもん。ちょっと整理させてくれ。何？またメニュー表？特に別に、なんか、新しい話ってあるっけ？ないよね、別にね。とりあえずこのまま行きましょう。どうなんですか？
金大地様。いや俺も明智さんの言う通りだと思う。いや明智さん間違ってる。いやもうね、犯人をこの人にしてる時点で違うと思うんだよな。いや明智さん間違っている。お、そうきましたか。なぜそう思うのですか。新見さんにはアリバイがある。そのやり方では死体は運べないぜ。いや、うん、多分死体は運べないんじゃないですか。なぜですか。船は今日は動いていないからさ。これはバカでしょ。アドベンチャーワールドで積んだものはここには届かないからさ。あの船は物を積めない構造だからさ。いや、そんなことはないでしょ。あ、じゃあ必然的に真ん中なのかな。アドベンチャーワールドで積んだものはここには届かないからさ。あの船は物を積めない構造だったらゴミも積めないよね。これどうしてです。どうしてです。上流下流が逆だからだよ。集積所が、いやこれは合ってるよね。集積所が運河の途中にあって積んだものを下ろすからだよ。ああ、絶対こっちだ。集積所、それはどこにありました。オペレーションセンターの裏。警備室の裏。いや警備室の裏は絶対違うでしょ。アクアコースター手前の橋の下。シンボルタワーの地下。オペレーションセンターの裏ではないでしょ。警備室の裏でもないでしょ。この2つのどっちかだと思うんだけど、アクアコースター手前の橋の下しかないよね多分ね。船が通るところで荷物を下ろすところっつったらアクアコースター手前の橋の下じゃない。みゆき、覚えてるかい。アクアコースターに行くとき、橋の上から小舟が見えただろ。なんかそんな下りあったね。そのとき、川の上流から来た小舟は空っぽだった。そのとき川の上流から来たか、小舟はゴミを積んでいた。橋をくぐって反対側から出てきた小舟は空っぽだった。そうよ、覚えてる。そうなんだ、よく覚えてるね。つまりあの橋の下にゴミの集積所があり。さすがはじめちゃんだぜ。小舟はそこで全てのゴミを下ろしてしまう仕組みになってるんだ。そうですよね、新見さん。はい、その通りです。そしてアドベンチャーワールドは、うん、アドベンチャーワールドはその橋より上流、その橋より下流だよな。ミラーハウスは、あ、間違えた間違えた。その橋より下流。間違えた間違えた間違えた。時間の無駄でしたね。これゲームは？マジ？セーブしとけばよかった。普通に間違えた。わー、ゲームオーバーだ。あ、でも探偵的探偵的話になりませんね。君の推理とやらを少しでも当てにした私が愚かでした。すいません。13時からやり直してんのに。捜査に介入しないでいただきたい。どうだ、俺足でまといになるだけですから。16時前までの間、約3時間の間で 1.何% しか探偵的成長を上げてなかったってことだよね。カスやん。はい、戻ってきました。アドベンチャーワールドはその橋より上流で、ミラーハウスはその橋より下流。つまりわかりましたよ、金大地君。死体を運ぶのは不可能ということですね。うん。私の濡れ衣は晴れましたか。はい、今のところは。しかしこの方法では不可能というだけであって、あなたが犯人でないと決まったわけではありません。そうですね、金大地君。では犯人はどうやって死体をここまで運んだと思いますか。運んでないんじゃない。そもそも何とも言えないが。しかし犯人はなぜこんな手の込んだ真似を。やっぱり災いのローレライ。おそらく犯人はあの時間にミラーハウスが爆破されることを知っていた。そうなるのかな。はじめちゃん、災いのローレライは誰なの。あ、それはまだわからん。だが見てろ、俺が必ず。あ、じっちゃん何かける。エンディングとかじゃないよね。あれ、今まで黙っていましたが、これ以上隠しておくわけにもいかないのでお話しします。園部遥、相川恵美の二人は殺害されました。ああ、まあこっからは同じかな。あの二人がぽいよね。何かね。ああ、一緒だな。じゃあまた何か変わるまで、また外しちゃった。進めていこうかな。え、まだ3時になってないのに。これは新しい展開だな。ん、もともとこうだったっけ。モンスターハウスです。モンスターハウスって近くない。これまた変わった。あ、変わったな。
今ファンタジーワールドにいるんだけど、あ、新しい事件になるんだ。電気はつかない。ダメだ、明かりがつかない。はじめちゃん、懐中電灯。ああ、どこかにブレーカーがあるはずです。3D の方が怖いね、やっぱり。怖いよな、爆発が起こったとこに。しかもお化け屋敷だからな。誰が殺されてんの。やっぱり同じ人が殺されるんだよね。ブレーカーを上げますよ。あー、カヨだ。ナイスカメラアングル、カヨさん。爆弾？え？危なすぎるだろ。体張りすぎだよ君たち。怪我はありませんか？ええ、でもびっくりした。びっくりしたね。今のが3時の爆弾ですよね。じゃあさっきのは？ブレーカーが落ちていました。何らかの原因で建物内の電源がショートしたと思われますが、さっきの音はそれでしょう。建物の中には誰も潜んでいませんね。本当に？チェックした？一人で見て回れる大きさじゃないでしょう。結構広かったよ。ここに駆けつけてくるまで誰ともすれ違いませんでしたし。うん。源佳代の死体を調べてみましたが、外傷はありません。外傷はない？どういうこと？溺れたのかな。まさかこんな浅いところで。これは明らかに殺人です。毒？じゃあ災いのローレライ？殺害方法がまだ分かりませんから、現場を調べてみなければ。まあでも毒殺だったらこんなとこでわざわざ殺さないか。私とはじめちゃんも調べてみます。水だし感電とかかな。ブレーカー落ちてたし。え、なに、そういう感じ。かよさん、外傷はない。外傷はない。ここ、こんなところに水が溜まってる。獅子落としの水が溢れたのかな。獅子落としの水が溢れるなんてことないでしょ。だけど獅子落としはきちんと動いていて、水は池に流れ込んでるのに。獅子落とし本体は調べれる。獅子落としは流れ落ちる水を受けて、池へ流し込む仕組みらしいな。根元に切れ込みがある。ここに何かを引っ掛ければ固定できるぞ。あー、なんかあれ、これはケーブル貼ってあるね。電気とケーブルが這わせてあり、獅子落としの下げが触れるとケーブルが水面に触れるようになっている。お、本当に感電じゃないのこれ。ああ、そうだね、そうなってるね。きっと直流でもう一方の電極のケーブルが水中に触れてないからショートしないのよ。よかったね。いや、誰に対して言ってんの。あ、配電盤。配電盤な、直流と書いてある。はじめちゃん、交流と直流の違い教えてあげようか。一応聞いとく？知らない、教えてくれ。交流とはケーブルの片側が電源につながっているだけで、ケーブル内を電気が流れているの。はい、だからケーブルの先を水につけたら通電してとても危険。はい。でも直流はプラスとマイナス、2つの電極を1本のケーブルで結ぶことによってその間に電流を流すから、ケーブルを切ってその一方を水につけても通電はしない。はい。だからこういう水辺のアトラクションでは直流を使うことが多いのよ。詳しいね、すごいな。わかった、はじめちゃん。はい、ありがとう。まあ、でも絶対これ電気を使ったトリックだよな。他なんかある？電動の水車だ。おや、変だぞ。電気が来てるはずなのに動いてない。どうしてだろう。なんだ、こんなところに電気のケーブルが巻きついている。途中が水車に結ばれているから水車が回った時に巻き取られたんだろう。え、だいぶなんか小賢しいトリックだな。ここにも配電盤がある。直流と書いてある。はじめちゃん、交流と直流の違い。いや、大丈夫です。知ってるから必要ないです。 あとは他に見れるものは、舐めるように探索をしたけれどなさそうだね。これ調査終了でいいんじゃない？もう調べ終わりました。はい、いいと思います。ああ、調べ終わった。それで君はどう思います？
明智さん、ちょっと整理させてくれ。あ、一応整備しとくか。カヨの死は、はい、帰ってきました。他殺でしょうね。カヨの死因は、感電死でしょうね。死んだ時カヨはどこにいた？武家屋敷の中にいた、池のほとりにいた、池の中にいた、水車に貼り付けられていた。いや、池の中でしょ。カヨが死んだのはいつ？明智さんが入り口の明かりをつけようとした時こいつが殺したってこと？明智さんがブレーカーを上げた時。いや、そんなことはないね。俺たちが3時前に爆発音を聞いた時、3時に爆弾が爆発した時。3時に爆弾が爆発した時は中にいた時だよね。俺たちが3時前に爆発音を聞いた時か、明智さんが入り口の明かりをつけようとした時のどっちかだけど、さすがに明智さんが殺したことになっちゃうからこっちかな。この建物の電気は、この建物の電気は直流だとすると、火曜を感電死させるには3つのケーブルが水に触れていなければならない。2つの電極がケーブルが水に触れていなければならない。電極のケーブルは1つの、いや、2つの電極のケーブルが水に触れていなければならないんだよね。さっきのみゆきの説明的に。カヨが感電したとき、2つの電極のケーブルのうち一方はどこに仕掛けられていた？カヨが感電したとき、2つの電源ケーブルのうち一方はどこに仕掛けられていた？獅子落としの先だよね。そのケーブルはどうなっていた？獅子落としが先が下がると電極が水に触れる仕掛けになっていた。先が上がると、いや違う、え、下がるとだよな。常に電極が決して水に触れない、いや一番上だよな。電極が下がると、カヨが死ぬ前、獅子落としはどういう状況だったと推測される？獅子落としはどういう状況だったか。先が下がらないよ、あー、水たまりができてたってことは、先が下がらないように固定されて下に降りないから水が溜まっちゃったわけだ。水溜まりに、これは下がらないように固定されていたんだよね。うん、だから獅子落としの水は池に流れ込まず、あの近辺が水浸しになっていたのか。うん、その固定されたのを外したのは、その固定されたのを外したのは、いや、わあ、うん、犯人が外した、自然に外れた、俺たちが外した、いや、自然に外れたと俺たちが外したは違うでしょ。カヨが外した、犯人が外した、カヨが外した、犯人が外した、カヨが外した、どっちだ、どっちだ、犯人かな、犯人。カヨが感電した時、もう一方の電極のケーブルはどこに仕掛けられていた？水車の輪の途中に結ばれ、水車の輪に途中を結んであったが、先は水面に触れていなかった。水車の輪に途中結ばれ、先は池まで引いてあった。先は水面に触れていなかった。こっちかな？先、あ、だから先にもうこっちは水につけてあって、普通に感電はしないんだけど、あの獅子落としがコンっていったときに、ビリ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 ってなったってことだ。こっち。金大地君、考えはまとまりましたか？まとまったぞ。では聞かせてもらいましょうか。おうよ、任せろ。というわけさ。時間の無駄でしたね。君は間違ってますよ。どこだ？どこで間違えた？やはり君には任せておけません。もういいから。事務室でおとなしくしていてください。まあまあまあ、待て。ん、あ、なんか進んだ？あれ？ん？一方の電極は水中に沈んでしまったから、カヨが外したにしたんだけど、カヨが外したにしたらなんか進んだな、選択肢は。潮落とし側の電極のケーブルは電源につながっていないから。なのになぜ今通電していないのか。一方の電極が水中に沈んでしまったから。どういうことだ？一方の電極は今は水から離れているから、一方の電極はなぜ今は通電していないのだろう。一方の電極が水中に、獅子落とし側の電源のケーブルは電源につながっていないから、そんなわけないよね。今モンスターハウスが停電しているから。いや、それも違うよね。一方の電極が水中に沈んでしまったから、一方の電極は今は水から離れているから、
方の電極が水中に沈んでしまったから。それはなぜ？カヨが電極を引き上げたため、一瞬作動した水車が巻き取ったため、獅子落としが巻き取ったため、犯人が電極を引き上げたため、あ、いや、一瞬作動した水車が巻き取ったためじゃない？水車がなんか巻き上げられてたよね、ケーブル。どうして水車はカヨが感電した時だけ作動したのだろう？カヨが感電した時だけ通電したからじゃないの？そのケーブルは水車を動かすケーブルだったから。獅子落としの中の水が流れ込んで、いや、なわけない。明智さんがどうにか明智を殺す殺人者に仕立て上げようとするな。明智さんが明かりのスイッチを入れようとしたから。いや、これはそのケーブルは水車を動かすケーブルだったからでしょうね。仕掛けが作動するとき犯人は、この建物の中にいる必要はなかった、この建物の中にいる必要があった、いや、必要はなかったんじゃないかな。だから爆発が2回聞こえたんだと思うけど。金大地君、あ、考えはまとまりましたか？ダメですか？では聞かせてもらいましょうか。はい、はい。というわけさ。あ、ダメそう。あ、マジか。時間の無駄でしたね。あ、いた、いたかな。わかったぜ。あ、このトリックの正体が。いったぜ。カヨは感電死させられたんだ。犯人の巧妙なトリックによって。うん。お、説明していただけますか？もう今ものすごく説明した。明智さん、周りを見渡して何かおかしいとは思わないか？そうですね、あの電動の水車。そう、明智さんがブレーカーを上げたのにあの水車は動いていない。はい、見てくれ、ここにケーブルが巻き取られている。そうだね、これはこの水車を動かす電気ケーブルだろう。このケーブルは最初水車の輪に途中を結ばれ、先は池まで引いてあった。カヨが感電死した時、池を電流が流れた。その電気で水車は回り、ケーブルを巻き取った。するとケーブルの先は水面から離れ、電気は通じなくなり、水車は止まった。うん、しかしここの電気は直流、一つの電極のケーブルだけを水に入れても通電しません。ああ、その通りだ。次にこれを見てくれ。獅子落とし。そうだ、なぜかこの獅子落としの先からむき出しになったケーブルが垂らしてある。うん、獅子落としの先が下がるとこのケーブルも水に触れるようになる。なるほど、これが二つ目の電極ですか。そして獅子落としの根元には固定された跡がある。犯人の使ったトリックはこうだ。うん、一方の電極のケーブルを固定した獅子落としの先から水に触れないように垂らし、もう一方を池の中に引いておく。犯人はこの仕掛けを作るだけでよかった。あとはカヨに獅子落としが止まっていることを告げればいい。このトリックが絶妙なのは、犯人ではなくカヨ自身が自分の死刑台のスイッチを入れてしまったことさ。かっこいい言い方するな。それはなんで？カヨは単に獅子落としが引っかかって作動していないと思ったのだろう。ああ、そういうこと。カヨは獅子落としを直そうとして池に入り、獅子落としを固定していた仕掛けを外した。なんでここに来たの、カヨは。そもそもすると獅子落としの先が下がり、二つ目の電極が水に触れ、電流が一気に水面に流れ、結構強引な話だと思うけどな。池の中に立っていたカヨの命を奪ったというわけさ。うん、そして一瞬通電したことで水車は回り、あとは慣性でケーブルを巻き取っていく。俺たちが駆け込んだ時にはもう水車は止まっていたから。だいぶ小賢しいトリックだよ。うっかりすればこの仕掛けに気づかないところだった。2回ほどうっかりしたからね。そこまでは分かったわ、はじめちゃん。でも、カヨさんは何のために獅子落としを直そうとしたのかしら。いや、そうだよね、ほんとそうだよ。それは分からない。分からんのかい。しかし、それはカヨにとってとても重要なことだったのは間違いないだろう。そして犯人は、カヨだったらそうするに違いないと知ってるからこそこのトリックを仕掛けた。スタンガンか。
サンジの爆弾がこの建物内にあったことと関係があるのかもしれません。いずれにしてもカヨが何をしようとしていたのかがこの連続殺人の謎を解く鍵になるはずだ。はじめちゃん、災いのローレライは誰なの？まだわからん。それはまだわからない。わからんのかい。だが見てろ、災いのローレライの正体は必ず俺が暴いてみせる。じっちゃんの名にかけて。じっちゃん負担だ。大変だじっちゃん。あんなところに上着が落ちてる。おそらく源佳代のでしょう。ああ、結局ここに繋がるんだな。ポケベルが入ってますね。メッセージが残っています。警備室、誰かが源佳代を警備室へ呼び出したのですね。一緒だね、これは。着信時刻は14時38分。殺害される直前ですから。ってことは多分スタンガンで眠らされて、あの池に置かれてってみたいな話なんじゃないかな。おそらく犯人からのメッセージでしょう。うん、カヨさん、その後でここへ来て。このポケベルは持っていきましょう。はい、でファックス。剣持警部からファックス来てるかな。新しい情報を得られるんじゃないかな。ファックス早めに来てた、手はずしてるから。大門夫妻に関する情報3。大門夫妻は1992年より東京郊外の土地を買い占め、シェルパークの建設に着手。アミューズメント施設建設が長年の夢であったそうだ。その土地取得の時も地元住民との間にトラブルがあり、強硬な地上げで解決したらしい。はい、これ見たっけ。その間の不透明な金の動きに国税局が目をつけたが、証拠不十分のため摘発には至らなかった。ちなみに大門夫妻の個人資産は約128億。初めてだなこの情報。その全ては死後、大門夫妻財団への譲渡が決まっている。うん。1993年3月、シェルパーク基礎工事中、夜間警備員が現場事務所で殺…え？何？夜間警備員が現場事務所で殺害されるという事件が発生。窓ガラスが割られ、事務所内を物色した形跡があることから、強盗が侵入し、遭遇した警備員を射殺したものと思われる。通報者は大門夫妻。深夜、事務所に一人で戻ったところ、死亡している被害者を発見したという。遺留品から犯人は複数と推定。複数、不審グループはマークしたが、事情聴取には至らず未解決のまま。この事件について必要ならさらに調べる。お、調べてほしいね。これはネネにいた6人に関する情報。おお、新しい情報がいっぱいだ。銀座クラブネネにいた6人全員の名前が分かった。そこのホステスが覚えていた。藤原由美彦、はい。源佳代、はい。相川恵美、はい。久賀純子、はい。園部遥香、はい。左近雅って、あれ？の6人は3ヶ月ほど前から頻繁に来るようになったが、ホステスを遠ざけ何やら密談していたようだという。このグループについて必要ならさらに調べる。調べてほしいね。久賀純子情報。うん。 YF プロモーションは事務員が休みで久賀純子に関する資料は入手できなかったが、以下のことだけ人事部に資料があった。久賀純子、1976年3月13日生まれ、22歳、身長159センチ、体重45キロ、ウォザ B 型、フリーター YF プロモーション人材派遣登録し、今年の1月よりシェルパークに派遣されている。で、それから久賀純子はネネという銀座のクラブで目撃されている。その時一緒にいた5人の名前をホステスが覚えていた。藤原由美彦、あ、源佳代、相川恵美、園部遥香、左近雅。うん。この6人は3ヶ月ほど前から頻繁に来るようになったが、ホステスを遠ざけ何やら密談していたようだという。このグループについて必要ならさらに調べる。はい、これはおっちゃんにお願いしましょう。はじめちゃん、剣持警部に電話してみる？うん、おうよ。そうしよう。これ以上何の情報が欲しいかな。左近雅の情報欲しいけどね。剣持おさん、おう、金田一か。おうよ。おさん、本当か。調べてほしいのは、あのアドレス帳の番号は、ああ、その話ね。やはり2つの事件は関連があるようだ。まだそこ？アドレス帳の番号がどの電話に通じるか分かったら知らせるぞ。よろしく。他に調べてほしいことがあるか。他に調べてほしいことは、
ああ、サコン雅。うん、サコン雅。よし、わかった。と、サコン雅。あ、警備員殺害事件に関する情報。あ、藤原グループ。あ、なんか増えてる。警備員殺害情報と、よし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 。藤原グループに関する情報。うん。よし、わかった。それでお願いします。3つまでしか選べないんだよな。このタイミングでは。これでいい。何かわかったら。頼むぞ。おっさん、頼んだぜ。よろしく。でも次って多分もう推理パートなんだよな。いつファックス取れるんだろう。まだまだわからないことが多すぎます。もっと情報を集めなければ。うん。はい、行きましょう。オッケー、行こう。何としても次は解決するぞ。